ジョー・アキラは、大韓民国の政治家、軍人、第47代国防部長官、合同参謀本部作戦本部長、陸軍参謀総長などを歴任した。最終階級は、陸軍大将。1962年に、全羅南道甲州市で生まれた。1985年に、陸軍士官学校を卒業し、将位に任官された。2011年に、 米韓連合司令部作戦所長に任命され、2012年に米韓連合司令部企画参謀次長に転じた。第25府表紙団長を経て、2015年に合同参謀本部作戦部長に任命された。2016年10月17日に陸軍中将に昇進し、第1軍団長に任命された。2017年3月31日には、 半門店共同警備区域に混流された南北統一を願い朝鮮戦争に従軍し戦死した国連軍兵士の遺廃が安置された無料こと武器殿の落成法要に総警収葬領らと参加した同年9月には合同参謀本部作戦本部長に展示11月13日に朝鮮人民軍の兵士が半門店で脱北したした際に 状況報告が遅れたことを認め、間違いだったと国会国防委員会で述べた。2018年10月には南北の海上での軍事境界線、北方限界線を北朝鮮が認めたと発表されたが、合同参謀本部は北朝鮮は北方限界線を認めていないと国防委員会に報告したことから政府と合同参謀本部は矛盾していると自由。 韓国党議員から指摘され、そのように報告したことを認め、北方限界線での取り締まりを強化すると答弁した。2019年1月23日に国防部庁舎で緊急会見を開き、2018年12月20日に発生した韓国海軍レーダー照射問題について、日本の海上自衛隊哨戒機が韓国海軍艦艇に対して、 低高度近接脅威飛行を行ったことは明らかな挑発行為であり、再発防止を申し入れたにもかかわらず1月18日、1月22日にも低高度近接脅威飛行を行ったことは明白な挑発行為であり、強力に急断すると述べた。合同参謀本部作戦本部長在任時に北朝鮮によるミサイル発射が相次いだ際に、 在韓米軍と緊密に連携を取り対応した点や、南北軍事合意に基づき軍事境界線から監視警戒書を撤去する際に、在韓米軍や国連軍司令部から協力を引き出したことが評価され、2019年4月8日にムンジェイン大統領から陸軍大将に昇進し、陸軍参謀総長に任命する人事が発表され、4月16日に正式に就任した。 11月14日に、米韓軍事委員会に、マーク・ミリー・アメリカ統合参謀本部議長、フィリップ・デイビッドソン・アメリカインド太平洋、軍司令官、リラク・フチ国務総理らと参加した。2020年8月29日に、ムンジェイン大統領から、国防部長官候補者に指名され、国会での人事聴聞会に移ったが、野党議員から、 喜び南大学校大学院に提出した博士論文が盗作したものではないかと疑惑が提起されたが9月18日に任命された。文在寅政権では初めての陸軍出身の国防長官となった。ABC 新国防長官にジョアキラ陸軍参謀総長指名。文政権初の陸軍出身を日報2020年か4月29日。 韓国時期国防省候補に、ジョアキラ、陸軍参謀総長連合ニュース2020年8月28日、国防省に、陸軍参謀総長指名韓国大統領自治、ドットコム2020年8月28日、東亜日報2016年10月18日、東亜日報2017年4月3日、ABCD、青、東亜日報2019年4月9日、 五十とは日本2017年11月15日、北、NLL とは日本2018年10月12日、日、とは日本2019年1月23日、とは日本2019年4月16日、分、比、とは日本2019年11月14日、とは日本2020年8月29日、32%、 東亜日報2020年9月16日、文、18、東亜日報2020年9月18日、ありがとうございます。